ートありがとう。こんばんは。帰宅しました。チリン。今日はリリースイベントでした。愛媛行ってました。ありがとうございました。会いたい。ありがとう。タコもありがとう。トモアワワもありがとう。バラもありがとう。こんばんは。ただいま。長村舞です。日帰り愛媛しました。エミフル盛り上がったよ。エミフル楽しかったよ。なんかなんか声のちょっと制限があったらしくて、めっちゃ出しちゃいけないわけじゃないんだけど、なんかちょっと制限があったらしくて、あまり大きすぎない声みたいな。そうだから、なんかどうしますかみたいな。最初なんか声出し OK なんですかって聞いたら、いやなんかあんまり出しちゃいけないけど、ちょっとならいいみたいみたいな感じだったんですよ。だからどうしますか、全くもうそれだったらなしにしますかって言ってて、いや小声でいきましょうってなって、そうで小声にしてもらいました。90デシベル。あ、そうそう、なんか歌もそう、なんか90デシベルっていう単位がちょっと、あんま私もよくわかんないんですけど、超えたらダメらしくって、それでマイクの音量調節するからみたいな言ってて、そうちょっと今日は小声みんなちょっと 100% の力ではちょっとコールができなかったかもしれないんですけど、そうそう、でも小声でコールしてもらってありがとうございます。そう、歌もなんか、そう、なんか90デシベルってまずちょっと言われてもピンとこなくって、どれぐらいなんだろうって感じなんですけど、なんかね、そう、こんぐらいまでですよっていうラインがあったらしくて、あと今日はステージの高さがあんまりなかったので、地べたスタイルっていうそう、なんか後ろの方は立って見てるんですけど、基本地べたスタイルで、そうで、あとは2階みたいな感じで、そうなんですよ。なんか珍しい感じでした。みんな普通にそう座ってました。ありがとうございます。めっちゃね、楽しかったです。私なんか、あ、みんな足が痛いって言ってる。そうなの、立ってる方がいいの。なんか屋内でやったんですけど、結構ホカホカしました。熱気がすごかったです。本当にありがとうございました。チキンさんもありがとう。中村舞です。お弁当は今日はね、姫っぽいもん食べてなくってね、実は。そうなんだよ。炎天下ではなかっただけまだマシだったね。日焼けするもんね、暑いよね。今日愛媛着いた時、愛媛着いた時っていうか、外出た時暑すぎてこれ外だったら大変だったね。ありがとう。いや、なんか結構
いろんな場所から愛媛県に来てくださった方とかも本当たくさんいらっしゃって、でめっちゃ嬉しかったです。なんかこんなに会いに来てくださって、そう超嬉しいってなりましたありがとうございます。本当に本当に、すごかった。ありがとう。笑みがフルになりました。笑みフル。笑みフルでイベントをするのは、なんか外で、あの笑みフルの外で駐車場みたいなところで、イベントしたことはあったんですけど、中でやったのは初めてだったので、そうなんですよ。なんか一回駐車場でやったんだよね、ステージが立てられてて。いいわ、ありがとう。リリースイベントはね、ちょっとこれで一旦終わりなんですけど、追加ないのかどうでしょうどうですかね、みんなが願ったらあるかもしれません。でもね、個人的にはですね、まあ、関東の時にちょっと次のフェスがあって、あまりそう長くできなかったので、ちょっとリベンジしたいですね。あれれあれれありがとうございます。短冊、え、明日あれや、ひな祭りじゃなくてなんだっけ、あ、七夕だ七夕です、そうです、それです、それです。七夕、ありがとう。願いを、皆さん願いを書かないと。ありがとうございます。でもあるあるだね、なんか確かにショッピングモールとかあるよね、なんかご自由にみたいな書くやつ。健康第一、本当だね、私も本当にそれだよマジで本当に、明日はオンラインです、そうです、オンラインお話し会、イベント初参加でした。嬉しい。また来てください。絶対に来てください。絶対に、絶対に、絶対に。
1時間目から10時からですよ。意外と早くない？10時だよ。早くない？早いよね、10時って。圧？そんなことない？普通？早いよ10時。5年ぶりの握手ありがとう。ファミ二次受付、あ、そうですよ、あのもうプレミアムはないんですけど、あのプレミアムじゃなくてもう一個の方は二次受付があります。ありがとうございます。コマもありがとう。そう、来週も愛媛なので、また帰れる。で、なんか外れましたって言ってる人多いの。まあちょっとあれですね、なんか結構ファンミーティングの回数が少ないよね。ねえ、それはそうだよね。なんか前回11月にやったんですけど、年に2回ぐらいのペースなんかな。もっとしたい？もうちょっとだけしたいかな。なんか箱を大きくするっていうよりかは回数をちょっと増やしたいかな。今年はもうないの？いや、わかんない。ちょっと言ってみるね。ちょっと場所に関しては希望が通るかはちょっと微妙なんですけど、すべてのちょっと希望が通るかは分かりませんが、難しい問題ではございます。ありがとうございます。
関東、いや今回は関東でしたね。前回もだったんですけど、まあ、2回しかやってないの実は。次が2回目なの。ありがとう。ありがとう。新春のオフショット見て涼んできました。なんか今日もうあのポストされてました。私もさっき見ました。あの全身写真が載ってた。なんか嬉しい。プール掃除、プール掃除はしてないんですけども、あれは廃校のプールです。じゃあ私も今日何が乗るのか知らなかったからさ。寒くなかったか？暑かった。てかなんか写真集はあのプールのところが一番暑かったです。なんか天気が良かったんですよ。最終日が、最終日に撮ったんですけど、最終日天気がすごく良くって、であのそう、そのプールのなんかプールの水が張ってなかったので、なんか照り返しなのかすごい暑くって、多分あの3日目が一番暑くて、そう。暑かった。逆に別に寒いのはそんなにあったけど、そんなにめっちゃ多いわけでもなくて、まあそう時期があったかかったので、ありがとう。島、そう、五後島っていう島です。寒い時あった。なんかあのあったあのなんか言ったらいろいろとまだ出てないなんか衣装とかが分かりそうだからあれだけど、あった寒いところはありましたよ。でも言うてそんなちょっとしかない、基本ぬくぬくかま室内。
あれは寒かったです。もうオフショットで出てるなんか松山の繁華街をデニムになんかキャミみたいな感じのでちょっとこううろうろしてる感じのあのショットの時は寒かった。まだ夜だからすごい冷えてて、しかもキャミソールだったから寒くて、あれは寒かった。もう寒かった。いや、逃げた。あとはちょうどいい、ちょうどよかった。こたつはいい感じのぬくぬく度。鳥肌大丈夫だよ。てか見て、鳥肌じゃなくってさ、いや待って、もうなんでこんな配信に映らんのかな。めっちゃ蚊に刺されとんよ。ほら見える？もう痒くってしょうがない。二の腕かわいい。かわいいよサンタ。本当にそう、薬塗ってない、持ってないけど。そうなんですよ。あとあれ、あ、これカニカマ、そうカニカマです。カニカマれました。セロテープ貼ったら痒くなくなるよ。そうなの？水で洗うと痒さが収まるよ。そうなの？急に刺されました、蚊に。やばい、蚊の絵文字ってあるんだ。それ蚊の絵文字なの？なんか嫌なんだけど、この蚊の絵文字。これ蚊なの？蚊っぽいね。蚊の絵文字あるんだけど嫌だ。なんか結構リアル。ありがとう。ね、やめてください、ちょっとコメント欄に虫。本当にこれ多分千穂ちゃんだったらめっちゃ怒ってるよ。コメント欄に虫の絵文字とか載せたら。明日は天の川見れそうだよ。え、天の川日本から見れるんですか？なんかもっとどっか行かないと見れないのかと思った。そうなの？見れるの？天の川。晴れてたら？天の川って日本だよ。あ、そうなんだか。え、うん、オーロラじゃないの？あ、違うか。なんだっけ？あれ？
なんだ？天の川、北半球なら基本は、何北半球って、私たちは北半球にいるの？何半球にいるのか分かんない。かわいい、ありがとう。ミルキーウェイ？ミルキーウェイは、天の川。北半球にいるんだ私たち。がっつり北半球。あ、そうなんだね。え、天の川ってさ、え、でもさ、オーロラみたいな感じだよね多分、あのイメージは。オーロラとは違うかもしれんけど、もうオーロラみたいな感じだよね。違うの？見たことないわ。そしたら天の川、いや、まあオーロラも見たことないんだけどね。あ、違うって。あ、違うらしいよ。全然違う。あ、銀河だよ。何これ、銀河って。渦巻き？星の集まり。肉眼で見えるもの？私の家からも見えるかな。え、空見上げたらあるってこと？星の集合体？こう街の明かりがいっぱいあるとこは見えないかもね。明日だけ？明日限定？あ、暗くないとダメなんだって。毎日？毎日見えてんの？え？そうなの？誰が7月7日が七夕って決めたの？彦星。織姫も。織姫の親父？あ、親父じゃないか、父親か。うん？親父？あ、父親？で合ってる？これ。あ、彦星じゃない。あ、なんかあれだよ。あれだよね。なんか彦星が全然働かなかったんだよね確か。で、なんか怒られて、で、もっと働けよみたいな。言われて、で、なんかもうそんなにぐたらだらけるならもう会っちゃダメだよみたいな感じで言われて、そんな話、え、こういう話じゃなかった？で、年に1回しか会えなくなったんだよね。まあ大まかに言うと。初めて聞いた。え、そうだよ確か。なんか年一に会えないのはそういう理由があるんだよ確か。ブラック？まあ確かに彦星は有給が1日しかない。そう。何の仕事があるの？え、わかんないけど畑耕したりするんじゃないかな。わかんないけど。あ、2人が会ってばかりだったんだ。あ、牛飼い？あ、牛飼ってんのか。あ、まあでもね、牛は生き物ですからね、
休んでたらダメですよね。彦星さんが一人で経営してるなら従業員がいないのであれば。だから牛のギフト、そういうことなんですか。確かに、あ、これ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 、牛、ありがとうございます。なんか牛のギフトあるなと思って、なんで牛なんだろうと思ってたけどさ、彦星の職業だったんだね。酪農家、あ、なんでもないミルキーウェイ、ミルキーウェイ、ミルキーウェイ、牛から来てんの。あ、違うか。そんなことない。ミルキー、ミルクみたいなそういうこと。あ、それ違う、あ、違うのか。なんかフラグ回収した感じがしたんだけど。あ、違う、違うの。牛乳がこぼれたように見えるから。え、牛乳がこぼれた？なんだって？うわ、タワーもらった。彦星、彦星タワーありがとう。ちょっと待って待って待って。サトシさん、ありがとう。ありが彦星タワー。天の川が白く見えるから。そうなの？ありがとう、サトシさん。彦星。また書かせていただきます。ありがとうございます。盛大にミルクこぼした。え、その、それと繋がってんのかと思った、今。ピンと来たのに。え、なんだっけこれ、あ、織姫だ。ありがとう。アルフォートさん。アルフォート。織姫、ありがとう。揃いました。前日に会っちゃった。織姫と彦星。フライング。ありがとう。なるほど。お父さんカンカンよ。え、どっちのお父さん？織姫の方？かな。あ、前乗り、え、これ前乗りなの？あ、前乗りタナバタしてんの？やばいって。織姫、彦星。織姫のお父さんが怒ったんだ。もうじゃああれだね、年に1回しか会えないって言ってもなかなか結婚できるかどうかあれだないなんかそんな出来事が1回あってしまったら前乗り前乗りしてる前日入りするから。
確かに年一はきついね。きついよね。年に1回なんて。だってさ、人間さ、容姿も変わるしさ、1年でさ、ビジュアルもちょっとずつ変わっていくじゃん。あなたってそんな人だったっけってなりそう。気持ちも確かに変わりそう。冷めちゃったとかなっちゃったらどうすんのかな。ありがとう姉キュー。そろりそろりと帰ってきた。SNS でつながってるでしょ。確かにそうだよね。だってどこで会うとか決めないといけないもんね。おかえりなさい。あ、天の川集合か。あ、そっか。え、待って、宇宙の話なんか。姉なんかそろそろしてる。姉来てくんないんだけど。姉、おーい。あ、全然来てくんない。めっちゃ来てくんない。姉、なんで？なんで来てくんないんだろう。ちょっと怒ってきた。寝たかも。絶対寝てない。だって今ガチャって言って、もうやばいって。姉、ね、なんで無視したん。無視しとったでしょ。聞こえとった。何でしょうか。おかえり。ただいま。返事がありました。ただいま。おお、おかえり。え、はい。なんて言ったらいい。ただいまに対してはい。怒った。どうもー、こんばんは。こんばんは。何でいや、呼んだだけ。いや、何してたの。呼ぶ専用じゃない。何してたの。何してたのって今帰ってきた。なんなん今帰ってきたんじゃん。そうなので、何呼んだだけ。呼んだだけ。どっか行った。お疲れ様って。かわいいようになった。姉元気だよ。もう声聞いて分かったでしょ。元気そうでしょ。楽しそうだね。仲いいんだよ。そう
姉ちゃん元気。兄貴久しぶりに声聞いた。ちょっと待って。ありがとう。ただいま。今日は姉貴は愛媛行ってて、そう今それ言っていいって言いに行ってた。そう愛媛のそう愛媛古正樹来てたの。お姉ちゃん。そうで別々に帰ってきたから、そう私の方が先に家帰ってた。うん、エミフル来てたよ。そうお姉ちゃんも日帰りで行ってた。私めっちゃお姉ちゃんもうすぐ見つけたもん。1階にいた。お父母いましたいました。でもなんかなんかバラバラにいて、上手と下手に分かれて対立にいたんですよ。だからこうなりました。あれ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 いました。なんでバラバラに見たん。全然バラバラに見てました。自由なんですよ。まあ、自由っていうのはうちのお父さんが自由なんですよ。と自由人。集合写真に写ってた？いや写ってないと思う。探さないで。写ってないです。結構多分見切れっていうか映らないとこにいた。なんか握手会とか全然来てなくって、なんかお母さんとかは絶対に行きません。もう多分行っても喋れないし、そう複数とか行ったとしても絶対喋れないし、そう私は見てるのがいいみたいな感じで行かないよって言ってて、そうでライブが終わった後に結構こう
ショッピングモール内のちょっと歩いて帰るんですよ。ショッピングモール内歩いてたらお母さん見つけて、お母さんって言ったんですよ私。そしたらお母さん気づいてってなって、すぐに走るっていうか小走りで逃げていきました。恥ずかしがり屋なんですうちのお母さんは。小走りでいなくなってた。メンバー周りにいたから、そう、なんか恥ずかしいみたいな。メンバーと話さない、うん、お母さんがメンバーと話してるのはおきちゃんとちほちゃんぐらいしか見たことありませんね。なんか私がよく遊んでたりして、一緒にいる時に会って、どうもっていう感じ。誰推し？マイキュー推しで、多分式面は他にもいると思う。さやかりんとか。あとうちのお母さんはよくイケちゃんも好きって言ってる。アネキューさんも新しく推し見つけた？そんな、まあ私推しなんですけど、そうですね、推しはそう簡単に見つかるもんではないですよ。え、お姉ちゃんは私推しだよ。本当だよ。え、そうだよ。何言ってんの？みんなないないとか言ってるけど、お姉ちゃんは私のことめっちゃ応援してくれてるから私推しだよ。絶対にそうだって。絶対にそう。そうだよ。ココアさん、え、そうだ。ココアさん推しでもあるけど、推しは一人とは言ってない。推しは何人かいる可能性だってある。え、そうだよ。お姉ちゃん私のこと応援してくれてるよ。推しだよ。グッズ集めてくれてるよ。こんなにイベント来ないよね。そうだよ。だって私のペンライト振ってるもん。何人いても大丈夫なのね。
愛が分散しないならいいんじゃない。でも一押しがいっぱいいるって難しくない？難しいよ。DD なんか DD はまた違うんだよ。なんかね DD はね一押しとかいないんじゃない、わかんないけど、スキメンがいっぱいいるのが DD なんじゃない、わかんない、なんか推しが3人いるとかは DD だとは思わない。なんかわかんない、え、どうだろうね、わかんないけど、私はいません、でもグループが好きだったらすごく嬉しいです。女子3人無理だ。あれじゃない、グループが違ったらいけるんじゃない、このグループの一押しはこの人みたいな。なんかたまにさ木の中で一人とか決めてる人いたりしない？なんかそういう感じでさ、それだったら成立するのかな、いやわかんない、わかんないけど、キビツならオッケー？え、もう何でもオッケー、何でもオッケーだけど、私にいろんな推しの推しっていうか好き面の存在をちらほらとこうちらつかせるならば私は圧をかけるけど、それでもいいんだったらいいよ、全然いいよ、何でもオッケー、何でもいいよ、全然ウェルカム。かわいい、ありがとう。いや私隠してたら多分言わん、なんかその人がめっちゃ必死に隠しとったら、もし気づいたとしても言いません絶対。でもまあ丸丸ちゃんはこうだったけどねとか言われたら多分多分なんか言うと思う。我々のモノマネやめてください。モノマネ。まあそういう感じでしょう。なんかありがとうございます。まあ言う、なんか言うよ。オープンにしてる、なんかもうオープンの仕方にもよるわ。
なんかあの嫉妬を誘ってくる言い方だったらもうですね。別のメンバーの生誕って生きてお話し会許せる。あでもなんかお話し会行ってたんかなとは思うけどでもあのさオンラインはさまあすぐ着替えられるかもしんないけどさ、オンラインじゃなくてさ本当に現場に行ったらさ着替えらんないかったりさ、あとはさ生誕ティーのまたこの2枚目に透けてるみたいなあったりするよね全然重ね着してたらちょっと透けちゃったみたいなのあるよね。まああるあるでしょ。意外と見てる。みんな見てますよ。本当にメンバーみんな見てますよ本当に本当に。見てます。みんなの存在が嬉しいから。明日オンラインですので、うわっありがとうございます。なんか久しぶりな気がするオンラインって。久しぶりじゃない？マイキューの ST の一押しは、え、メンバーのない。なんか一押しとか決めれん。なんか押すっていう感じ、でも仲間じゃけさ、押すっていう感じであんま見てないかもしれない、うん。コッコさん、もうコッコさんもなんか、なんか押す、押すってさマジでむずいんよ。なんか概念っていうか、なんか感覚がむずい。押すっていうなんか、コッコさんは姉貴姉貴って感じになった本当に。だし先輩だし、いや難しい。難しいですよ。
ますありがとうございます。オンライン話し会3ヶ月ぶりだと思う。え、そうなんだ。安否推し、安否推しなんかな、わからん、もう自分でもわからんわ。ただ癒しみたいな、可愛い癒しって感じ。なんかもういるだけで構わないよって感じの、本当にそこにいてくれたらいいんだよみたいな感じ、そんな感じ、もう癒しみたいな、本当に。ね、本当に癒し。わかる、このマイナスイオン出てるのわかる、なんかアロマキャンドルだ本当に安否なんかいい。癒し系まいちゃんに癒されてるよ、ありがとう。やっぱりなんか出てるマイナスイオン出てるなんかわわ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 わあ、出とる本当に。手から出てた？あ、手からね。わー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 、今日は元気をもらいました。本当に。46分なんか。疲れてないですか？大丈夫ですよ。一曲歌う、一曲なら歌えそう。一曲、一曲だったら歌えそう。今日初めてイベント参加しました。嬉しい。また来てまた来て、絶対に来て、お願い、絶対にだよ、お願い。よいしょ。中村舞です、中村舞です、来てくれるかな。行けたら行く、いやダメダメダメ行けたら行く、イコール行く。
知事選出たのって中村舞でございます。カラオケ何歌いたい気持ち、まあ明るい曲歌いたいけど愛の重さ、どうしよっかな。やっぱ愛の重さがいい。ヘタレいいじゃん。ヘタレにする。ヘタレ最近歌ってなくない？待って、ヘタレ。はい、それでは STU の7枚目シングルヘタレたちを聴いていただきたいと思います。ヘタレ。皆さんペンライトをお持ちください。両手使えるようにくる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 、はい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 、私もちょっと久しぶりにこっちの振りやるな。できるかな。それではいきます。ああああ愛されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど回ってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肌で行き着くやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、そう本当は
がかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。へい、しらけてるだけじゃ逃げられない。へい、それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ。褒めてもらえない、はい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 、僕らの人生、そんなのどうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞ。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。ヘタレだちよ。55だった。55。ヘタレたちよはなんかみんながいっぱいなんか振りもやってくれてるし、超手拍子もやってくれてるし、コールもしてくれるし、なんかね、なんか一体感が好きなんですよね。元気出たーって。コール、まあれも好き。てんてんてててんてててて、ヘイ、ヘイ。ヘイ好きだよ。明日日曜日じゃん。仕事の人もいるんだね。頑張ろう。明日は七夕。お話し会、なんか七夕にオンラインお話し会あるってなんかロマンチックじゃない？なんかロマンチックじゃない？いい感じね。七夕に会えるのってなんかいいよね。短冊まだ書いてない。57分キャー、ありがとう受験さん。じゃあ誕生日ます。マクアラオンさん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、きなぺこさん、コンフィーさん、りょんきゅうさん、まささん、考えなしさん、福太郎さん、ダレンさん、福ちゃん丸さん、元町さん、
さとしさん。1位はドルドドン、アルフォンドさんでした。ありがとうございました。今日はねストレートヘアでだったんですけど、こういう風に後ろを縛ってて、え、見える？これで髪の毛がここがこうかかっても大丈夫なようになってました。アイドルのストレートヘアの秘密そう、ここが後ろのここの間でくくってあるの。そうなんだよ。今日は T シャツ、あ、ちゃんとちゃんと合ってます。明日は日曜日です。まだね、まだ明日お休み。休み、お休み、お休み、お休み、また明日またね、またねありがとう、見てくれて。Thank you. Thank you.Love you. 七夕ウェルカム七夕。